早まったので予定通り18時半ぐらいに開催できました。こんばんは、すいません、本当にまだ声が聞き取りづらいかもしれないんですけど本当に申し訳ないですお、初見さん、かりあげくん、初見です。こんばんは、こんばんは。19期研究生の奥本かりですおしえないさん、初見です。こんばんは、19期研究生の奥本かりです。渡辺健さん、初見です。こんばんは、熟期研究生の熊田海です。ビビビビさん、こんばんは。リオさん、こんばんは。カンさん、こんばんは。小林明さん、月影さん、こんばんは。エビさんもこんばんは。あ、ユナさんだ、こんばんは。土星さん、こんばんは。帰り、土星さん、土星すごい、宇宙も好きなので土星も好きです。土星、土星のばっか。なんか一時期すごくなんかブラックホールとかそういうものにすごく興味があった時期があって、いろいろ調べてたらホワイトボールっていうものも出てきて、記事にすごくなんかえ、そんなものがあるのかって思ったんですけど、すごく気になりました、ホワイトボールの存在に。かりあげくんさん、ピアノやん。そうなんです、今日あのピアノで、ピアノも特技とはまあ正直自分ではすみません言い切れないんですけど、一応その楽譜が読めなくて、私はピアノのドレミファソラシドは頑張って習得しましたなんですけど、楽譜が本当に読めなくて、でも小学校6年生からピアノを始めまして、ピアノにハマって、というか最初に触れた楽器がピアノです。そして中学校の時合唱コンクールとかで、まあ、自分でピアノの伴奏者を立候補して賞を取りました。ピアノで何かなんか成し遂げたいなと思ったのがそれが初めてでそれでピアノに本格的にこうなんかやろうって思えたきっかけでもあります。今日だからちょうどあったので使ってみようと思ったんですけど、まだその AKB さんの曲で一曲まるまるとかワンコーラスを披露できるまでではないんですけど、とりあえずちょっとなんか出したいなって思ったのでまた来ちゃいました。まあソラさん、コメントありがとうございます。本名ってカタカナですか？カタカナですカタカナって本名ですかって言いそうになっちゃった。同じか。そう、なんかよくカタカナだから珍しいのかな、なんか本名ですかってたくさん聞いていただくんですけど、本名です。そしてなんかね、なんでなのかっていうと、私が聞いたら画角がカタカナの方がなんか運がいいみたいな、占い的にみたいな、そういうのがあったらしくてカタカナになりました。お松さん、ションケンさん、こんばんは。19期研究生の奥本かえりですすいません、ところどころ咳をたまにしてしまうと思うんですけど本当に申し訳ないです。あ、そうだ、あとちゃんと もう一度改めて伝えたいことがあって、あの何でしたっけ、そう、何でしたっけじゃない、あ、この先日のオンラインお話し会でまず1日目に急遽早退というか不参加になってしまったんですよ、私の体調管理不足のせいで。本当にもう申し訳なかった、すみませんでした。ちゃんと振り替えの日があるので、その日はちゃんともう健康管理パワーマックスでお話ししたいです。本当にすみませんでしたそして今週末もね
今週も握手会があるので、もうちょっとそこでちゃんと元気な帰りで皆さんにお会いしたいです。お、幸平さん、僕も楽譜読めないけど感覚で弾いてるよ。お、なんか同じだ。耳コピー、そうです、私楽譜読めないので感覚とかだったり、絶対音感あるのって言われたらないんですけど全くないんですけど、耳コピーとか、あとなんか YouTube で最近弾いているところの鍵盤がそのまま落ちてくるっていう動画があって、それを見て割り当てて、あ、ここかみたいな、あ、ここかみたいな、ここかみたいなのをなんか自分でなんか、例えばここ一つずつ降りてくるので、なんか、あ、これやってこれやって、あ、これだみたいなのをなんかもう感覚でどんどん輪を広げていってみたいなのもあるし、耳コピだったらもうひたすら音楽を聴いて、あ、ベースの音はここだ、あ、その先月そのメインのメロディはここだとか言って本当にやり込んでいた時期がありました。しのすけさんコメントありがとうございます。体調は大丈夫ですか？大丈夫です。先にはしちゃってるんですけど、お気になさらないでください。そして今日あのね、学校帰りすぐレッスンあって、急遽というかいろいろ荷物も多くて、服が全然 T シャツなんですけどすいません、アリーヤさんの T シャツです。あ、エビさん、ブラックホールが出てくる映画だとインターステラーがおすすめだよ。なんか見た、聞いたことあるかもしれない、番宣とかあった気がする、気のせいかな。え、でもめっちゃ、宇宙系のなんか物語とかすごく気になるので見てみたいです。まなちゃんさん、お疲れ様です。こっちさん、俺は小6でピアノをやめてしまった。オーマイガーピアノ、私は小6でピアノをやめた瞬間、私はピアノを始めたんだ。しゃって、カズア22さん、こんばんは。こんばんは。ソラさん、コメントありがとうございます。カエルちゃん、土曜日握手会行くよ、よろしくね。ありがとうございます。握手。初見さん、けんちゃんやでさん、こんばんは。熟液研究生の久保田海里です。ちねさんもこんばんは。おーちゃんさん、カタカナの海里好きよ。あや。かねちさん、こんばんは。あらららら、画角、あ、そう、画角じゃない、よしさん、そう、みんな言ってる画角じゃない、画数だ画角ってなんだっけ画数ですね画数です。みんな紳士な羊さんとかもみんな言ってる危ない危ない。ともともさん、こんばんは。さくさんもこんばんは。花さん、無理せずゆっくりでいいよ。ありがとうございます。おーちゃんさん飲み物ある？あります。セブンイレブンで売ってるゴンチャのなんか飲み物、見た目に惹かれたので買ってみました。まことさん、こんばんは。たくさん、今日からイベント開始ですか？あ、そうです、あのビスのイベント、ビスさんのイベントに参加させていただきます。なので学校とかあと時間制限とかもあるんですけど、その中でやっぱできる限りいっぱい楽器配信とかしたいなと思ってますので、ぜひお時間合う方とかは遊びに来てください。本当に自分の中で挑戦してみたいなっていうのがまずすごく大きかったのもあるんですけど、もともとモデルさんとかそういう方々もすごく綺麗ですごいなって尊敬していたので、なんかモデルさん、なんだろう、ちょっと違う言い方あれなんですけど、違ったかもしれないんですけど、今のはなんか今とにかくたくさん
挑戦してみたいなって思うことがたくさんあって、なので一つ一つ見つけたらもう選ばずに、なんて言うんだろう、やっぱりでも自分の成長に全てつなげていきたいし、もっともっとなんか今しかできないこととか、今あるからこそ頑張れる努力とかもあると思ったので挑戦したいなって思いました。なので今日も早速今日から開始ということでやります。頑張ります。ゆきゆきさん、体調大丈夫？体調大丈夫です、ありがとうございます。皆さん本当ご心配をしてくださって本当に嬉しかったです。もうそのエリクサーでした、私の中でハイポーションとかエリクサーでした。回復、モリリンさん、振り返り楽しみにしとくよ、うん、ギャーって感じです。あ、そう、今日早まったってことは延長はまあしないですけど、その分いっぱいできるってことなのでやったですね。なんかいつもなぜだろうか私は過去のコメントを読んでしまう。いけ指、よし。あ、丸岡由紀さん、エリクサーいっぱい貯めときます。お、エリクサー、わー、投げちゃった瓶を。シーネちゃんさん、トモコロさん、こんばんは。ミオさん、初見さんだ、はじめまして、こんばんは。中級期研究生の久本海里です。ちょっと声がハスキーです。お、エビさん、エリクサーもったいなくて最後まで使えないで終わることを、わかります。なんかその大きいラスボス戦とかは使おうっていう決心をするんですけど、基本はいやこれまだ持っとこうみたいな、温存しとこうみたいな思ってしまうんですよ私も。なのでまだ使えてハイポーションまでっていうなんか自分でルールを決めてた時期とかありました、 RPG とかで。あとは魔法を使ってくれるキャラブラスターの方で、なんかヒーラーっていうのがあって、その魔法で回復をしてくれるっていう方もいるんですけど、私は例えば編成を決めれるゲームとかだったら絶対ヒーラーをいるので、なるべくヒーラーとポーションでなんか HP を温存というか頑張ってこらえてみたいなことをやってますね。メロンパンさん、コメントありがとうございます。今日身長どのくらいですか？身長 155.5 くらいです。ネリショウギュタンさん、かわいい、ありがとうございます。いやー、声がすいません、これで喋ったら ASMR みたいになっちゃう。かんちゃんさん、はじめまして、こんばんは。受験期研究生の奥本海里です。キネさん、遊びに来たよ、ありがとうございます、こんばんはです。モリリンさん、ハスキー帰りも良き、あ、嬉しい。ハスキーっていう犬も可愛いですよね。サイのマスカットさん、初見さん、こんばんは。受験期研究生の奥本海里です。あ、間違えちゃった、映ってない。
きょうちゃんさん、はちみつプレゼントしたい。おぉー、みつばちプレゼントしたいか。はちみつか、はちみつ。喉、そう、なんかちょっと風邪というか喉がずっとこうなってしまって、最初喉が痛かったことから始まったんですけど、今全く喉が痛くなくて、ちゃんとお医者さんに処方された薬とかも飲むんですけど、なぜかまだ喉とか、喉かな、なんか声がこのままになってしまって、あと私鼻がね弱いんですけど、とても鼻水とか、なぜでしょう、声がなかなか治んないです。どうしたらいち早く直すことができるんでしょうか。よしさん、ミツバチプレゼントは嫌だな。私も嫌です。虫あまり得意じゃないので、来たらミツバチと追いかけっこになっちゃう。あ、ドラガンさん、生姜油とかもいいよ。あ、なんか生姜油をなんか水に入れて飲むやつですよね。水っていうか、まあ、生姜の湯ですよね。モッティさん、元気そうでよかった、ありがとうございます。パワー。たけちゃんさん、はじめまして。熟域研究生の奥本かえりです。ちてまりさん、こんばんは。お、ちゃんさん。お、ちゃんさん、自分も鼻炎です。わかります。とても、一回なんか発症したら止まらなくなっちゃう時もあって、よいしょ。秋とかもその季節の変わり目って大変ですね。すいません。せいたかくんさん、なかなかハスキーボイス。そうなんですよ、もうずっとハスキーなんですよ。なんか裏声とかを軽くやろうとするとってなっちゃうから、なかなか歌うとしたら難しく感じてしまいますね。なんか響き方もやっぱり変わっちゃうんですよね。ワン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 。ひゅうくんさん、グミで治るといいのにね。あ、確かに、好きなだけグミ食べて、あ、そうだ、私、あ、そうだ、グミ食べたらもっともっと治るからいいな。そう、伊藤ももちゃんと、伊藤ももかちゃんと、EX 大衆さんにてが、あのグミ特集をやらせていただいたので、ぜひまだの方はご覧ください。ひたすらグミを語ったんですけど、なんか自然にアンケートを答えて自分のランキングをつけるみたいな、グミを。で、その例が今売ってる中でなんですけど、全部用意されて、これについて説明するみたいなのがあって、本当にグミが好きなので長々と語ってしまいましたが。お、みおさん、コメントありがとうございます。大根おろしプラス蜂蜜がいいって聞く。大根おろしと大根おろしと蜂蜜、初めて聞きました。ジュケーキさん、焼きそばは好き。焼きそば好きです。自分はソース濃いめが割と好きですね、焼きそばは。ピーチャーさん、配信頑張ってありがとうございます。タダちゃんさんも、こんばんは。 VSK さん、初見さん、こんばんは。受験形成の熊本帰りです。中崎けみさん、ミツバチダンスは見たい。ミツバチダンス難しい。私でも、もっともっとなんかダンス成長したらやりたいですね。ランチューさん、食欲はある。もちろんあります。いっぱい食べた昨日の夕ご飯は。昨日すいません、一回失礼します。失礼しました。昨日の夕ご飯はなんだっけ、あれなんだっけ、あ、昨日の夕ご飯は担々麺食べました。福岡のみよさん、おひさ、お久しぶりです。こんばんは。
泉さん、コメントありがとうございます。職権さん、はじめまして。19期研究生の久本海里です。ゆまさん、喉以外は大丈夫なの？今は特に喉とか鼻、ここぐらい以外は大丈夫です。さちへいさん、咳ってなかなか止まらないよね。なんかそうですよね。あ、昨日咳出てなかったから今日大丈夫だと思ったら、今日なんか今ごほごほタイム入っちゃったりして、あれれれって思ってました。のど飴、まことさん、のど飴いいんですか？ほう、のど飴も今すごくたくさん種類ありますよね。コンビニとかいろいろお店に行くとたくさんのなんかのど、いたのど飴があって、右ひじあって、あ、どれにしようって迷っちゃう時もあります。でも龍角散とかってすごく薬の味がするのですが、やっぱ効くんですかね。ミルク猫さん、初見です。こんばんは、熟育研究生の久本海里です。ゆすりざるさん、こんばんは、初見です。こんばんは、19期研究生の奥本海里です。19期さん、花粉症始まった。あー、花粉症になったことがないんです、あるか、なんか花粉症なのか花粉症じゃないのかわからないラインなんですけど、鼻がずっとかゆいみたいなのがありました。春とか秋終わりとかになると。でもずっとかゆいわけではなくて、突如訪れてかゆくて、あ、もうずっとかゆいみたいなやつがあって、でも長くないんですよ、続くのが。だからすごい不規則なので、これって花粉症なのかなみたいな、自分ではちょっとよくわからないです。これが花粉症なのかな。山口さん、こんばんは。まだ咳出てるから無理しちゃあかんよ。ありがとうございます。あんまね、叫ばないで言ったらおかしいですけど、あまり大きい声出さないようにします。ゼロさん、かえりちゃん、やっぴー、やっぴょーい。西さん、1852m は近い。りお帰り。泉さん、かえりちゃんの歌声好き、ありがとうございます。でもなんか今このハスキーの状態で歌ったらまた違う雰囲気になったりするんですかね。福岡のみゆさん、自分もハスキー。お、ハスキーなんですか。ハスキー、なんかハスキーの、自分自身ハスキーの方にあまりお会いしたことがなくて、今絶賛自分がハスキーなんですけど。はあ、マッツンさん、こんばんは。熟育研究生の久本海里です。え、なんかすごく今日たっぷりできるんだと思うとワクワクが止まらないです。ご飯食べながらお腹すく現象となんか似た感じがします。ゆなさん、今日グミ食べた。もちろん食べました。今日あの紹介したハリボー、昨日だっけ、ちょっと分からなくなっちゃったんですけど、スイカ、ハリボーのスイカ味グミがあって、それを温存してたので、冷蔵庫で食べたら美味しいかもしれないと思って、それはなんかなぜかゆっくり食べてます。あとシャリイングミっていうのがあって、なんかレモン味とソーダ味があって、私はレモン味を買いました。一昨日ぐらいに買って、それも温存してます。クモグミが可愛くて結構前に買ったんですけど、なかなか食べきれなくて。可愛い、なんかクモグミのシルエットが好きで。カジさん、はじめまして。19期研究生の久本海里です。福岡の皆さん、グミ会員になった。あ、そう、なんかいとももちゃんがなったっていう
ったと思うんですけど、私もグミ好きとしてなってみたいんですけど、どうやってなるんだろうみたいな、ちょっとよく分からなくて、やってみたいなってすごく好奇心あるんですけど、なんかどうやってなるんでしょうか。え、グミをいっぱい買ったらとかなれるんでしょうか。お、ゆなさん、昨日読んだマンゴーのグミを入れば、マンゴーのグミ美味しそうだった。あ、そう、マンゴーのグミが本当に好きで、なんかグミはグミなんですけど、よく食べるグミ感っていうものを感じなくて、でまず第一印象というか、そのグミに対して思った印象が、本当にそのままマンゴーを食べてるような風味だったので、マンゴー好きとしてはぜひおすすめしたいグミです。シルエットもマンゴーらしくて可愛かった。お、山ちゃんさん、買ったよグミフレンズヤマグチさん、一押しグミはハリボーなの。なんかもう言ってしまえば、その時いろいろなグミってすごい増えていくじゃないですか。だからずっと一押しはこれだっては言い切れないんですけど、最近そうですね、今まで食べてきたグミで今一押しだなと思うのは、ハリボーのご紹介した1位のグミです。あれ本当に個人的に味も好きなのもそうですし、大きくて意外と量があるように感じたので、食べ応えとかも質も量もどっちもある感じで、私はすごく大好きです。あ、皆さんコメントが消えちゃうぞ、なんでだEX 大賞読んだよ、ありがとうございます。ランチさん、喉には唐揚げ唐揚げ食べたらカラカラしちゃうぞ唐揚げ食べたい。なんか家でお家で食べるから本当にカラカラしちゃった。お家で食べる唐揚げも好きですし、コンビニとかで買う唐揚げも好きですし、屋台で食べる唐揚げもなんか雰囲気とかでも楽しいですし、唐揚げ美味しいですよね。食べること好きなので、結構意外とって言われたんですけど、ケロリンさん、この間握手会来ました、頑張ってね、ありがとうございます、嬉しいです。握手会たくさんお話ししてくださる方いて本当に嬉しいです。話すのが好きなので、下用参加は美しいね、あ、嬉しいです、ありがとうございます。お、美しいなって嬉しい言葉お茶飲みながら、あ、まことさん、お茶飲みながら無理しないでね、ありがとうございます。え、なんかショールーム配信中に水とかなんか飲み物って飲んでいいんですか。もし前も聞いてた質問ならすいません、ちょっと忘れちゃいました。ドラガーさん、辛いの得意、辛いのすごく好きです、すごく、まあ、でも普通に好きです。なんかそれこそトッポキとかもハマってた時ありますし、今も好きですし、キムチも好きですし、格的あれ辛い、ピリ辛か、でも辛ラーメンも好きですね。今食べたら絶対にダメだけどそれこそあの博多ラーメン、博多新進ラーメンだっけを食べた時に、そのラー油とか調味料を好きに自分で入れれると思うんですけど、ラー油たくさん入れました、真っ赤にポンポコさん、デスボイス、え、これはね、デスボイスじゃなくて、なんだろう、カサーボイス、カサーボイスかな
チョンヘリさん、辛い辛ラーメンが食べれるなら辛い食べ物に強いです。お、でもね、なんか汗はかきます。 みんなかくかなんだ辛いなっていう感覚はあります。私はでもなんか食べたくなっちゃうみたいな。あとね、わさびも好きで、七味とかも単体が食べれるわけじゃないんですけど、つけたくなっちゃいますよね。やっぱりお肉とかそばとか王道ですけど、おそば、おそば、そば湯、そうだ、そば湯を飲むのが好きで、そこにわさび入れたりするとなんか飲むと温まるひとときというか。ケロリンさん、ハルピョンさんとか朝ごはん配信してるよ。お、朝ごはん配信おしゃれ。え、で私もジャミズとか飲んでもいいんですねレドンドさん、こんばんは。19期研究生の久本海里です鼻奥と喉がカラカラする。もつ煮に七味かける、へー、かけたことないかもしれないです。でも七味かけるのは好きなので、食べ物と合いそうだなと思う食べ物には。今度食べるときかけてみようかな。浅野部さん、ルーさん、こんばんは羽根馬さん、こんばんは。おーちゃんさん、ラーメンは家系が好き。あ、なんかラーメンいっぱい種類ありましたよね。なんか太郎、うん太郎系、なんか三太郎じゃあ、違う、ちょっと分からなくて出てきちゃった。でもなんか太郎系ラーメンみたいなの聞いたことありますよ。なんか濃いラーメンみたいな生地か何かで見ました。あ、そうで、ジローだ。あ、ジロー系だ。もう毎回ジローと太郎が混合しちゃうんですよね似てますね、ジロー太郎。ジロー系ラーメン。太郎系を死んじゃうる内容でも太郎系ありそう、いつか。福岡の皆さん、どうしてますか。最近してないですやろう今度ちゃんと。あとビスの配信もね、ちゃんとやります。もう今いっぱいやりたいことがありすぎて、学校終わって、もう学校も、あ、どこでもどう欲しい。そしたらもう通学すぐ終わって、通学じゃない、下校がすぐ終わって、パーって終わって、もう配信とかすぐできるし。八平さん、太郎系とか桃入ってそう桃太郎系じゃないですか、それは下流さん、帰り系ラーメン作っちゃう。帰り系ラーメン、え、何入れようかな。例えば好きなものを全部入れとくとしたら、すごいことになっちゃう気がする。馬刺しとマカロンです。もうこの時点ですごいですね。三太郎系ラーメン、あ、唐揚げも入れよう。お、関根さん、どこでもドア1万円で売ってほしいね、リアルだ。え、でも欲しい、あったら買う気がします。あ欲しいな。チョコさん、やばいものできそうね何入れよっかな。ガラムマサラとチョコレートと馬刺しとマカロンあ、グミ入れなきゃだ。八平さん、グミ入れよう。そうです、グミ入れなきゃだ。それこそどうしようかな。じゃあさっきお話ししたマンゴーグミも入れちゃおうかな、薬味で。パラパラドラガーさん、闇鍋みたい闇鍋になっちゃうかもファイナルさん、馬刺しとマカロンラーメン、鳥肌立ってたまあ私本当にそのラーメンができたら分けて食べますね
出して出して取り分けて。モヒニさん、恐ろしいラーメンができそう。恐ろしいだなんて。やっぱ刺し美味しいですよね。マチさん怖い、みんな怖がってる。確かに。アイキュンさんこんばんは。きょうちゃんさ、スイーツラーメンがジロ、あ、間違えた、太郎系、太郎系になるのかな。しんごしんごさん、罰ゲームですか。あ、罰ゲームになっちゃうか。福岡の皆さん、どこでもドア結構高いと思うよ。買えないぐらいの金額やろ、もしやったら。多分確かにすごく便利で、だからこそ、わー、でもどうなんだろう、この何でもドア、何でもドアじゃない、どこでもドアがある世界線が気になる。お松さん、ドリアンは入れないでね。ドリアン食べたことないからわからないんですけど、どれぐらい匂いにパンチがあるっていうのは。とても破裂音、破裂臭がするっていうのはお聞きします。どうなんだろう。福岡の皆さん、かえりちゃん以外のニックネームある。なんだろう、でもあだ名なのかな、かえりちゃんとか言われますね。お母さんに言われたことあります、小さい頃。お松さん、 UAP ゼータさん、何でもドア、新しい、強そう。あったらこれもこれですごそうですよね。あ、ペン忘れた、何でもドア、ザ、ペンみたいな流れがあったら私はすごくありがたいです、学校では。今ペンのお話で思い出したんですけど、まあ、試験勉強とかそういうのをいう期間になったりすると、やっぱり夜遅く勉強することが多いんですね、立て続けに何日も。で、まあ寝不足とか寝ぼけてることが増えるんですけど、それでかわからないんですけど、その家ではメガネをかけることもあって、家でメガネかけて勉強して、まあ、メガネケースがあるじゃないですか。でメガネケースになんか使ってた短いペンみたいなのがあって、短いペンと消しゴムを入れてて、それいつも使う、あ、違う、消しゴムを入れてたんだ、消しゴムを入れてて、メガネが筆箱に入ってて、へってなって開けたら、学校でなんですけど、試験前に試験前のちょっと勉強、試験もいいですよ時間が数分あって、一周勉強時間があって、でもうパニックでした、そこ、その時やばい、なんでここにペンがあるんだ、あ、メガネがあるんだってなって、消しゴムがなくてすごくドキドキしました。ごちさん、普段コタクトしてるの。そうです、なんかカラーコンタクト、カラーコンカーは使ったことないんですけど、あの私お目目が少し低いので、低い、あ、お目目、お目目の度率、言葉が出てこない、視力、そうだ、視力が出てこない、出てこない、が悪いのであまり良くないので、そうです、コンタクトつけてます。初めてつけた時もう難しかったですね、眼球パッて開けて目にガシッと入れるのが。うん、あと何だろう、全然視力は関係ないんですけど、眼力、あれ、あ、そう、視力だ。良くないんですけど、眼力ってなんだ、視力はなくないんですけど、あ、視力関係ないんですけど、だ、なんか私太陽を見れなくて、太陽はみんな見れないか、なんて言うんだろう、その光に弱いっていうのかな、
例えば一日過ごしてて今日曇りだけど、例えばなんかそうだそうだ、学校の行事とかで例えばじゃあ修学旅行をとかあったとして、そのなんか撮るじゃないですか、ハイチーズの時に目を開けれないんですよ。みんなは開けてて、要はなんかみんなからしたら曇りで目開けれるよみたいな、暗くて開けれるよみたいなあったんですけど、私それでも眩しくて本当に開けれなくて、どうしたこっちゃ、本当にどうしたら開けれるんだろうと思って、なので実はお披露目、春コンの際のお披露目のさせていただいたんですけど、その時の前にお披露目動画もあったんですね。で私がドアを開けて太陽を見て、はぁ、あ、今日も一日頑張るぞみたいなシーンがあるんですけど、もうやばかったです。目がずっと最初開けれなくて、もうなんかドアがあります、でもなんか、はあ、開けれなくて本当に大変でした。ゆうなさん眩しそうだったねあれやっぱ皆さんも眩しそうに見えるんですね。公園、あ、お茶さん、公園の照明は大丈夫なの？なんだろう、眩しく感じるタイミングもあるんですけど、多分あれなのかな、目にはバッツリガッションと言ってないので多分開けれるんだと思います。いっぱい撮り直し しました。頑張って目開けてかゆちゃんって言われました。頑張らなきゃ。だから本当に今悩みでもありますね。どうしたら太陽を見れるじゃない、明るいところでも目開けれるんだろうと思って、だから晴れの日こそ外で写真撮りたいみたいなのがあったりするじゃないですか。でも逆に晴れで目を開けれないから結局撮れないやってなってしまうことがあって、そのね、御朱印集め好きで神社とか参拝によく行くんですけど、やっぱ晴れてるとすごく自分の中で気分も、あ、晴れだし神社も綺麗だしってなるんですけど、記念に写真撮影もしていいところでしたいなってなった時に、大きい撮っていい鳥居とかもあるので、鳥居すごいことになっちゃった、鳥居とツーショットみたいな撮るんですけど、太陽がちょうど明るすぎて目開けれなくて。ドラゴンさん、自然光がダメなのかな、あ、もしかしたらそうなのかもしれない。きょうちゃんさん、生写真撮影大変そう。あ、撮影確かに毎回なんだっけ、発射、合ってますよ、発射、プッシュじゃない、プッシュ押す、ブラッシング、フラッシュだ、フラッシュをたく、なんか発生するタイミング、なんかピッ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 みたいなビームが出るとき、ビームが出るときに、目が一瞬、まあ慣れだして練習は したんですけど、やっぱり所属させていただいてから当初はもう全く、そんなにですか、ピカって ピカってビームが光った瞬間、私も目を開けれ、目をもうそのタイミングに閉じてしまうことが多くて全部ほとんど目を閉じてしまったこともありました。あのビーム大変ですね。あ、フラッシュ、なんだろう、なんか目を開けたいです。開けてるか今。あ、ごまわえさん、ごまえさん、構えちゃうよね、多分構えもありますね。あ、来るぞ、くーみたいなのが自分の中でありまして、フラさん、自分も対向車のライト眩しく感じるかも。あ、でもすいません、対向車のライトってとてつもなく眩しい瞬間ってありますよね。ああみたいな。
ふじきはさ、海岸ですか、なんかあのアニメだっけ、海岸ねむねむさん、はじめまして、こんばんは、受験研究生の中本かえりです。ジャズ歌手さん、シャンション歌手さんさん、かまさん、こんばんは。早口言葉みたい苦手です、ごく作業とかも。シャンションちゃん、シリウスさん、こんばんは。あ、お茶さん、自分はステージ上のかえりちゃんが眩しいです。ピカーンかえりだありがとうございます。さつまいもさん、佐田吉さん、こんばんは。受験期研究生の岡本かえりです富士急さん、ハイビームなんですが、マッスル、マッスルビームじゃない、な、何言ってるんだ、なんかあれですか、ハイビームって光が高いみたいな。スタイルさん、サングラスは普段かけてる、サングラス持ってたっけな、でもかけないですね。あ、でもかけてギター弾いてみたい、ジョギジャンハリウッドかけて、はい、もう今日はちょっと単語が出てこないデイですね。何帽子だっけ、カウボーイ帽子みたいなあれかけて、サングラスかけて。よっちーさん、はじめまして、受験期研究生の岡本かえりです撮影さんかえりちゃん、目力が魅力だからフラッシュにバチバチの目で対抗してほしい。すごい戦いになりそうですね。ビームってきたら私がガードって。TS さん、初見です、ありがとうございます。受験期研究生の熊田かえりです天口さんも、こんばんは。福岡の皆さん、かえりちゃんを思春期としてこれからよろしく。もうこちらこそありがとうございます。握手、にぎにぎヨナさん、早くかえりちゃんがいる劇場行きたい。もう新しい劇場もすごく楽しみです。関根さん、ハイビームは車のライト、あ、そうだったんだ、なんか技名みたいな、なんかまあなるほど、とにかく、とにかくなるほど車のあれですよね、車の 目があってここから出てくる。モッテイさん、マッスルビーム確かにマッスルビームって何だったんだろう、なんか出てきちゃいました。みーちゃんさん、こんばんはモッテイさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと声がガラガラなの本当に申し訳ないです、すいません。マミオさん、さん、こんばんは。瀬戸物さん、単語がずっとおかしい。あー、でも今日、なぜだろうね。どこからおかしくなったんだろう。太郎系からですかね。8083、こんばんは。めっちゃいい声してるけど自分の声気に入ってる。なんか自分の声っていうものに僕気にしたことはないんですけど、でもなんか録音とか、録音なんて言うんだろう、歌の練習で録音をするんですけど、ノートに聞くとはっ、なんかドキッてする時あります。なんか、あ、こんな声してたんだ、なんか緊張感が走ったりすることはあります。とか会話、なんか何かの記念撮影の動画とかを撮ってるとして、そこに入ってきた自分の声を聞くとゾワみたいな。嫌いとか好きっていうのは分からないんですけど、すごく、あー、なんかええー、みたいな、びっくりすることもあり、びっくりなのでもね、歌はすごく好きです。一等さん、こんばんは。受験期研究生の熊本かえりです。
今日なんかピアノ用意したけど全然弾いてない。あ、電源消えてしもうた。好きな、なんかオシャンティーコード。マセさん、セクシーだね。あ、ピアノの音か。ねえねえ、今日私ギターの時も多分同じこと言っちゃったんですけど、ちゃんと曲をね弾けるようになってから見せなきゃなのに、早くなんかのショールーム来てくださるファンの皆様にピアノあるよみたいなドキドキしちゃって見せたくなっちゃいました。エミンさん、クラシッククラシックってなっちゃった。クラシックは著作権切れてるから弾いて OK なはずだけど、どうなんだろう。へー、でもやっぱり AKB さん、さんつけちゃった、48グループの曲っていう決まりなので、どうなんでしょう。だからピアノもそれこそ弾ける機会があったら弾いてみたいですね。ずっとあれです、あのビッグブリッジの人を練習してて、最初のズズズズズがもっと指の運指って言うんですか、箱指、なんかもう指の移動が激しくてとても難しかったです。いや、今日は何といったものを弾けるわけではないんですけど、もうもう見せたくてピアノがありますということを。ピアノずっと独学でやってて、このコードいいなみたいなのはあるんですけど、コードっていうかこのなんか音いいなみたいなのあるんですけど、それが何コードとか、もしくはあのコードをすごく覚えてるわけでもないので、ちょっとなんか配信通していろいろ覚えていきたいです。楽譜読めるようにもなってみたいですね。なんかピアノの先生が見ながらこうやってやってるのとか見て、ちょっとなんか憧れがありました。ピアノ、ドラガンさん、習ったことないの、ピアノないです。なんか習い事ないですね、楽器は。でもまあ幼少期に水泳と体操はやってました。でもどういう、何を弾こうかしら、ね、前回エレキギター配信軽くさせていただいた時はドラムロール、セルフドラムロールの代わりにジャガジャガジャガってやったんですけど、ピアノ難しい、どうやってやるやろうかな。じゃじゃーん、音高っ。福岡のミスはバク転できるの、あ、体操って言っても本当にもう最初ですね、ちび帰りの頃でした、やってきたのは。なんかね、あの飛び箱を飛ぶ瞬間にヒュンって回って着地みたいなのがいっぱいやってました。もうすぐやめちゃった気がするな水泳はやってたんですけど、なぜかやめてましたね。でもまあやめて音楽に気になって、キーボードがあってきっかけでボカロもハマってて、セマザから始めて、あ、クラシックと、クラシックをすごく詳しいわけでもないんですけど、いろいろきっかけでいろいろ幅ばひばばば広ばばりました、幅ばりました。山口さん、ちびかいは可愛かっただろうな、ずっと走り回ってた気がします。マジさん、ちびかえりかわいすぎ、ちびかえりどうなんだろう、剣に走ってたかもね。シンシマ羊さん、今若いじゃん、声優にも怯えてるもんね。もうそうなんですよ、もうついちょっとまで週3毎日プールでしたね。週3プールか、毎日だとあれだけど、しかも
最後の最後計測に何回か75メートル計測でした。別に言ってしまえば体育科の高校とかではないんですよ、決して。なので怯えてました。でもなんかでもちょっとやっぱ体力増えたのかわからないんですけど泳ぎやすかったです。なんか平泳ぎが自分の中でスイスイ泳げました。お茶さん、ちびかえりは日焼けしてそう、絶対してた気がする。でもちゃんと白い時期もありますよ。体育祭がありましたって投稿をしたことがあったんですけど、その時ら辺もピークで黒かいでしたね。ファイナルさん、かえちゃんに、あ、かえちゃん指だ嬉しい。かえちゃんに影響されてさっき2時間泳いできたわスイスイーン、ゲコゲコ、あ、かえだ。みゆさん、福岡のみゆさん、自分の学校プールないからプールの授業ない。あ、でも高校でやっぱりプールない学校もあったりある学校もあったりなんですよね。ドラガさん、今は白いよね。多分光の照明で白く見えるのもあると思います。でもピークの黒帰りと比べたら白く見えますね。きょうちゃんさん、さすがにプールの授業終わったよね。終わりました、つい最近ですが。ヒュー、よかったです。なんかね、私髪の毛乾かす方がめんどくさくて苦手なんですよ。だからはーってもう一回思っちゃって。ゆなさん、今体育バスケやってる。バスケ、ドリフト難しいですよね、バスケって。ドリフトをするとなかなか前に進めなくて、あっってなっちゃうんですよ。モーリーさん、ドリブルな。もうまた落ちちゃった。そうだ、ドリブルだ。もうこれ私多分何回もドリフトとドリブルを間違えてしまって、たくさんの方々に教えていただくんですけど、なかなか間違えてしまう。ドリフトはキュイーンですね。レースゲームでいっぱいやりました。なんか iPad で弟とアソハルトっていうレースゲームでドリフトか、ドリフトをねしました。マリオカート、マリオカヤキさん、マリオカートバーバー、間違え、マリオカートかよ。マリオカートも好きです。ポンポコポンさん、おもろいからおもろいから直さないでね直さないでねもうね、直したいけどね、忘れちゃうんですよ。ポンポン、かもめさん、初見さん、こんばんは。19期研究者の小松かえりです。きょうちゃんさん、帰りカート、ドリフトがドリブルになってしまう。どうなるんだろう。キュイーンってしながらこうやってやるのかな。とんでもない、無理だ。運動神経が壊滅的な私には絶対無理だ。丸岡由紀さん、アスファルトが先に出てくると、あ、さっきなんかアスファルトをやってたなって時期があって、バーストするのも楽しくて、あ、どこでバーストしようかなみたいなあってありました。国語のテストの回答で帰りが出たら大丈夫なのか、きょうちゃんさん、ありがとうございます。国語かな、美術か何かのテストで雷神風神病病図みたいなのがあったんですよ。
テストで なんか要は絵画とか絵が出て、えというか作品が出て、この作品名を答えよっていうテストが中学の頃にありまして、もうねそこだけ見事にやってなくて、美術好きだったのに、あこれテスト出るんだみたいになって、でも他埋めてるから絶対こっちも埋めたい、でも出てこない、もう私喧嘩って書きました喧嘩してる風に見えて、もうねでも実際何か美術の先生が戦ってるみたいなことを言ってたので、これを作品名出てこないんですけど、まあ埋める欄を埋めるために出てくるイメージをそのまま書いた結果喧嘩って書いたんですけど、まあ当たるかなと思ったんですよ、合ってると思ったので、ダメでしたね、取り上げられました、あのお話で喧嘩って書いてる人いたよって。なんかねスーさんこんばんは。風神雷神病ラオん風神雷神図屏風、誠さんそう暴露されたんですよ、書くことないからこれギアっていう感覚で書いたんですけど、絶対よくわかんないけど、当たればいいなぐらいで何も考えないでやったら、まさか言われると思ってなかったので結構驚きましたね。まあでもそれ以外の他の問題は合ってたのでよかったですひのりさん、とりあえずランは埋めるの、そうですね、絶対勉強して絶対書きたいところとか、あここの問題なんだろう、範囲でここは好きだから絶対書けるようになりたいなっていうのがあったりするんですけど、なんかねなんか やってなかったところとか予期せぬ範囲が出てきて、でもランは埋めたいって気持ちはあるので、その気持ちでいます。小野哲さん、そろそろ仕事に戻ります、またね配信見てくださってありがとうございました、仕事頑張ってください。マーディンさんこんにちは、こんばんは、こんにちはなのか、19期研究生の奥本かえりですドラガンさん、名前は出されなかった、名前はね先生は出さなかったんですけど、クラスの仲いいお友達とかがその頃は誰誰ってなって、帰りじゃないですかみたいになりました。あこひげボーイさん、こんばんは、みなまゆ34さんボケ狙った、えなんか今考えたらなんでこんな変なこと書くんだろう、本当に恥ずかしい思っちゃうんですけど、でもなんかその頃本当に何も考えてなくて、確かやばいですね、本当にせめて他のこと書けばよかったなと思います、そしたら先生にも取り上げられなかったし、まあまああの空欄は埋められたので良きとしましょうぐるぐるさん、初見です、こんばんは、受験期研究生の奥本かえりです、さちへいさん、僕もそろそろバイト行ってきます、日曜日は初見楽しみにしてます、配信ありがとうございました、あ配信見てくださいありがとうございました、バイト頑張ってください、あでもなんかみんなどうかしてくれてる、なんかね書いて当たったらいいなって気持ちで、記号とかだったらありますけど、その気持ちでやっちゃいますよね。
いて面白かったらワンちゃん言ってもらえるかもしれないからね。それはねどうなんだ、でも面白いのかな、わかんない、それは多分考えてなかった。でも中学、そう、何も考えないでやるから。中学生の頃割と空欄埋めるとき、あ、分からない、でも埋めたい、いやみたいな感じなので、ちょっともったいない感じがしますね今したら。いのりんさん、声ハスキーだね。そうなんです、先日風邪をひいてしまったのかな、体調管理不足で喉をやられてしまい、それでまだ続いているんですけど、申し訳ないです、本当にすみません。 G2 さん、ブロッコリーマークさん、初見です、こんばんは、19期研究生の久保田香里です。刈り上げくん、ペンライトは水色、青色だよね。そうです、水色と青色です。チャーハン定食さん、かえりちゃん、タンスの子、タンス、なんだタンスで小指ぶつけたってことかな、え、なんだろう、気になる。モロックさん、かえり入りのコメント、どこしたか、なんだっけ、かえり入りのチェキが当たった、チェキだ、ありがとうございます。あ、帰りのサイン入りチェキ当選したわ、見つけた、よかったで、ありがとうございます。ドラガーさん、記号の話の続きかな、当たることもあった、ありました、記号は、記号の方が割合高かったです当たる確率というか、まあでも本当に分かんなくなってしまった時、消去法でやります。テストももうすぐ近づいてくるんだ。山口さん、お、1万人超えそうな予感。おお、星のあれだ、なんだろう、嬉しいです。1万待ってさん、タンスにゴン、タンスにゴンですか。さっき実はお腹鳴りそうになっちゃいました。ヨナさん、10月入ったらすぐテストだ。確かにこの時期学生さんみんなテストですよね、私もだ、いやーそう、なんかさっきゲームの話して一瞬思い出して言いたいことをね思い出したんですけど、なんか今スマホでモンハンナウをやり始めてて、今っていうかちょっと前までハマってて、今開いてないんですけどまたね楽しいですね、なんか外でもなんか剣振り回したいなと思っちゃって、モンハンナウを入れてやってみました。体験とか王権、体験なんて言うんだろうとか、あとなんだっけ、双剣、太い剣みたいな、刀みたいなやつも好きです。藤木さん、盛り上がり度数、あ、さっきの星のやつか、そうなんですね、人数なのかなとか思ってました、ありがとうございます、教えてくださって。シムさん、はじめましてこんばんは、19期研究生の久保田香里です。天口さん、香里ちゃんは頭良さそうなイメージですがどうですか。そんなことないです、本当に、あ、頭良くないですね全然もうそんなことないです。伊藤桃香ちゃん、英検準1級ってお話をどこかでしてて、プライベートでも
なんかだから英語の宿題をちょっと手伝ってもらいました。一緒にやって楽しかったです。これなんどういう意味なのとか言ったら、これはこうだよって教えてくれて、お姉ちゃんを感じました。いのりんさん、やっぱり RPG 好きなの。いろんな、基本いろんなゲームが好きなんですけど、やっぱそうですね、 RPG もすごく好きです。キングダムハーツとか RPG に入るかな。でもキングダムハーツ、ファイナルファンタジーめっちゃ好きですね。ガオさん、こんばんは。シャケさん、外でやるとき気をつけてな。あ、なんかあれですよね、外を歩きながらやらないといけないですよね。なんか歩きスマホが危ないと思ってしまって、結局多分本来はポケモン GO みたいな感じなのか、なんかこのボードしちゃった、なんかこのみたいな感じだと思うんですけど、外歩いてモンスター探しに行くみたいな感じだと思うんですけど、調べてみたら、でもなんか歩きスマホが怖くて、朝起きて家の付近のモンスターをひたすら倒します、時間空けて。とか電車が止まった時に一瞬開くとか。トラさん、初見です、こんばんは。19期研究生の小本海里です。エリーさん、代わりに傘振り回そう。傘振り回さなくても私壊れちゃうから、風で急に振り回したら危ない。きょうちゃんさん、昔モンハンやるために PS プレステ買ったけど2ヶ月で挫折した。え、モンハンって挫折とかあるんですか？もうなんかな、モンハンナウしかやってないので、なんかその例えばスイッチであるライズとかそういうのやってみたいなと思ったんですけど、なくて、ちょっともうどんな感じなんだろう。でも好きにワールド歩けそうなイメージがあります。焼きそばさん、太いかな、かっこタッチかな、あ、タッチって呼ぶんだ。マジカナバナナさん、カリちゃんっていじられキャラだって言うする。え、どうなんだろう、え、どうなんだろう、え、確かにわからない、気になるかもしれない。それは皆さんどう思ってるんだろう。いじられる、いじ。ユナさん、明日金曜日だ、明日頑張れば土日だ、土日が来るぞ、やっほー。よいしょ。全然簡単な音しか出してない。なんか日金曜日っていいですよね。なんか例えば何もない日の金曜日があって、すいません、なんか咳って1回で終わるやつと1回したら止まらなくなっちゃうやつありません？苦しいですよね。あ、そう、なんだっけ。何話そうとしたか忘れちゃった。あ、そう、金曜日だ、金曜日なんか何もない日の金曜日って夜更かししてゲームやっちゃおうみたいな日が小さい頃ありました。水飲んでなさすぎて今日カサカサしてんのかな。昨日まで全然そんなことなかったんですよね。オーマイガー、一回なんか飲もう。飲んでいいですか、飲んでいいですかね。飲んで大丈夫ですか。なんか緊張してきた。なんかみんな飲んでいいよって、ありがとうございます。隠れた方がいいですかね。あ、なんか一気に潤った気がする。
はい、ちょっと待って、もう喉美味しかったからもう一回飲みたいです。アルマさん、こんばんは。自給機研究生の小本香里です。今日のどあめ買おうかな。あ、でも何買おうかな。博士くん、博士くんさん、こんばんは。ジャンボさん大丈夫かい？りご失敗ありがとうございます。喉カラカラしてたらまた咳が止まってたのに悔しい。長崎県民さん、カメラ目線で飲んでくれたら喜びます。怖くないですか、こんな飲んでる時に目だけ合っちゃうんですよ。松さん、トローチがいいよ。おお、トローチ家にあったかもしれない。ブッキーさん、初見です。こんばんは、19期研究生の久本香里です。イノリンさん、飲み方がお上品だね。え、そうですか、ありがとうございます。ボイミナマユさん、ボイスケアののど飴おすすめしとく、ありがとうございます。ボイスケア初めて聞いた。真摯な羊さん、咳が止まらなくて寝れなかったりしない？大丈夫？え、本当にそれこそ初期っていうかな、風邪ひき始めの頃は咳ピークでとても辛かったんですけど、もうここ最近治り始めて、薬も飲んで、薬も飲み切ってか、全然逆に咳が治って喉も痛くないのに声がハスキーだなってことに悩んでたのに、なぜか今急にまた5本5本タイムになってしまったので、すごくなんでだろう。だからちょっとね、こんなに咳出ると思ってなくて配信してて、今結構5本5本うるさかったりしたら申し、すみません。え、てか今19時50分っていうことに驚いてます。時間やっぱ進むの早いですね。あ、でも今日はちゃんと守ります。延長しません。レイさん、あまり無理しないでね、ありがとうございます。レナさん、うるさくないよ。ドラガイさん、たくさん話して喉を使ってるからかな。あ、でも割といつもショールーム配信をするときに、ま、今多分すごく元で風の余韻っていうのもあって、ハスキープラスハスキーでカラカラオーバイガーってなってると思うんですけど、いつも終わった後なんか喉の渇きは感じます。しんごしんごさん、部屋が乾燥してるんじゃない？ああ、それかもしれない、かもしれない、かもしれない、かもかも。すごく暑くて今日なんかエアコンかけてます。今まことさん、喉のスプレーで殺菌するのもいいかもね。え、プシュプシュ塗るのか、調べてみよう。坂さん、コメントありがとうございます。こんばんは、受験期研究生の小本香里です。焼きそばさん、今日は配信何時までですか？配信今日は、21時45分までです。ちょっとね、まだ他にやることもあって3時間行きたい。
ねみさんもうすぐ終わっちゃうけどビスイベント参加中ってテロップ出してく。お、なんかなんだろう、でもなんか嬉しい、ありがとうございます。テロップテロップ今もうなんかやってくれるんですね、ありがとうございます。花川さん、かいちゃん早くピアノ、そうだ今日もうただの音みたいになってしまっている、何を弾こうかな。なんかなんか私ここら辺の呼吸を使う音が好きで、これもコード名とかあるんですかね。でも本当にあーもう曲を覚えて早くやらなきゃ、やりたい。でもさ、ここのコードしか弾いてない。なんだろう、好きな曲がいっぱいあってそれ弾きたいんですけど、 AKB48 の曲まだ全然覚えてなくて、もう弾きたいよ。ボカロから入ったんですよ、ピアノ。あ、タイトルは自分で書くんだよ。ケロニーさんとマツさん、ありがとうございます。で、どうやって書くんだよ。ずっとギター弾いてたからなんかめっちゃ懐かしく感じる、ピアノに。なんかピアノのなんか重いですね、ピアノって。そう考えると、AKB48 大好きなっちゃんさん、ボカロ曲ハッピーシーザー弾ける。ハッピーシーザー弾いたことないですね。なんか私脳症炸裂ガールって曲にすごくハマってた時期がありました。福岡のみゆさん、いとももに聞こう。いとももちゃんもピアノ弾けるんですか。コードを教えてほしいですね。教えないさん、初見です、こんばんは。19期研究生の熊本かえりです。なめこさん、もしかしてギターピアノ以外もやったことある。弟がドラムを最近始めて、なんか完全感覚ドリーマーとか練習してるんですけど、私はちょっと触れたぐらいで、なんかその曲としてとかバンドらしくできることはできないので、まあでもちょっと触れましたね。なんかボカロの曲名とかいろいろなのがあって、意味とか全然理解してないんですけど、メロディーが好きでいろいろ聞いてました。なんだっけな、命に嫌われているっていうのが、私すごくイントロの入りが好きで、それもピアノでやってました。あ、春川さん、あのドラムやってるの、独学でやってる。そう、独学ドラムもすごいですね。あ、でも私ドラムはやってるわけではなくて、弟がやってるんですよ。焼きそばさん、いいじゃん、姉妹でセッションしようよ。なんだろう、え、でも私が、彼もまだ始めたばかりとはいえある程度弾いてくれる時があるので、その時は例えば、じゃあ今日ないものねだり練習したいから代わりにちょっと裏打ちしてほしいって、お願いしますってやったら、なんかそのイントロの部分をやってくれます。
AKB48 大好きさんなっちゃんさん、リアルファンクラブ好きだよ、懐かしい、チャイナー、はいはいチャイナー、歌えないけど今は。福岡のみゆさん、いとももにテロップのやり方聞こう。あ、テロップのやり、あ、そう、今度は聞いてみます。テロップってなんか題名みたいなあれですよね。いやー、ほんとちゃんと準備してピアノ出すべきでしたね。ちょっとすみません。私酵母を追いかけてって曲が好きで、学校の音楽室のピアノでやってました。専門桜、なっちゃんさん、専門桜も好き、わかります。とても私マトリョシカもすごく王道ですけど、すごく好きでした。 FJB さん初見です、こんにちは、どんは、こんばんは。絶景危険形成の岡本かえりです。福岡の皆さん、準備してない方が可愛い、ありがとうございます。でもあまりにも準備してなかったせいでピアノが久々っていう問題点もあるし、全然お披露できてないなって今感じたので、なんかはぁはぁってすごく申し訳ない気持ちでいっぱいです。ゆなさん大丈夫だ、かえりちゃんと話すの超楽しい。ありがとうございます。あ、なっちゃんさん、すごくボカロに詳しいぞ。ロスターの合格も聞いてました、ギターが好きで。ちゃちゃってかたかって始まるのが良くて、いっぱい書いてくださる、ありがとうございます。ゴーストルールも好き、ゴーストルールギターやりました。これもイントロいいですよね、サビもかっこよくて。でも本当にボカロにハマってた時期はボカロ好きの友達と集まってカラオケで、まあ、歌ったりするんですけど、高くてもう大変ですね。最後上がる、最後音程が一気に上がる場合パターンが多いと思うんですけど、もう領域その出なくて全く。あ、皆さんボカロ詳しい方今いっぱいいますね。天の弱とかロキも、ロキ弟やってました、ドラムで。小次郎さん目力があるね、ありがとうございます。ピカン。Mさん、こんばんは、中継機研究生の小本海里です。カニの十太郎さんだ、こんばんは。クラシックではなんかジムノペティっていう曲をどこかで聴いてすごくなんか好きですね。寝れる。実際に寝れないなと思った日はそれを聞いて寝た時もあるぐらいでした。落ち着きます。ハンガリー協奏曲だっけ、名前が違ったらすみませんなんですけど、かっこいいですよね協奏曲とか。トモとジェリーに使われてた協奏曲も確かあって、それもあれなんかもう全然弾けるレベルじゃないんですけど、そんなこそんなけどピュ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 ってやってる動画を見た時にうわーすごいなーって思いました。あまねさん、こんばんは、ポニーテールかわいい。今日はそうです、ポニーテールです。ポニーテール、ポニーテール、ハスキーだと声違うのかな、やっぱり。今アンさん、こんばんは。てるてるさん、こんばんは。
ギターとかピアノもあるのかな、コードでなんかなんとか指す4みたいなあると思うんですけど、あれって何ですか？ひたすらコードを見て覚えて手で感覚でやってることが多いので、なんかコードも本当に本格的に覚えたいなって思ってて、音楽を強くしたいというか。ゆうなさん、ボカロとかゲームの話してるからめちゃくちゃ楽しそうで可愛い、ありがとうございます。ゲームもボカロも音楽もですけど本当は好きなので、一回話したら止まらなくなっちゃう時がありますね。松さん、8位浮上。ジップさん、こんばんは。土手さん、かっちゃんの声が可愛すぎて困る全然出てないですけどね。なっちゃんさん、ギターだったら結構弾ける曲あるの？ボカロそもそもなんか例えば千本桜とかの小炸裂があるとか、あと命に嫌われている、もっと弾いてたんだけどな、なんだっけ、バンドヒーローとかも弾いてたんですけど、多分その時その時ハマってた曲をいっぱい弾いてってっていうのあったんですけど、そうですね、本当最近軽音楽部の行事っていうのもあってギターしか弾いてなくて、あと多分割とショールーム配信でギターを見せたくてギターから始まったと思うんですが、楽器を見せたのが、それでもうギターしか全く弾いてなかった結果、全然今現在でしたらギターの方がってなりますね。まあ、時間ちゃんと取って確認してすればできると思うんですけど。西さん、カラオケ配信はできないのですか？カラオケ配信本当に早くしたいって何回も言わせていただいてるのに、イヤホン、有線イヤホンを買わなくてはならなくて、刺す用の、私が今持っているスマホの機種がイヤホン、有線イヤホンを刺す穴がなくて、なので買わなきゃなんですけどなかなかどちらで買おうかしら問題が起きていて、どこから見てファの音が刺す4、刺す4の音です。へえ。どこからファがなんか刺す4っていう音に含まれるんですかってことかな。いや難しいですよね、コードの。お松さん、リードギターっぽいもん。バッキングから入りました、歌うことが好きなので。けどエレキギターやるからには メロディーとか主旋律の曲もメロディー弾きだなと思ってリードをやることが増えましたね。メモのねだりにすごくハマってました、本当に。お茶さん、カラオケはイヤホンがね、そうですよね、本当にお待たせしてしまってすみません。カラオケボックスでは難しい。使っていいのかな、どうなんだろう。せっこうさん、携帯iPhone です。焼きそばさん、無線イヤホンじゃダメなの？無線イヤホンで前歌えたんでしたっけ？なんか確かこれ聞いてできないよみたいなの教えてくださった気がする、過去の配信で。なっちゃんさん、 AKB のギブミーファイブ練習すれば弾けるんじゃないの？もう皆さんおすすめしてくださいます。早く練習しなきゃ、やりたい。UTZ さん、最近だとホテちゃんがそこからカラオケ配信してるよ。そこからってあの無線イヤホンですか？有線イヤホン、ゆなさん、有線イヤホンアップルで買うのが無難。エレキギターならハイドとかやってみたら。お、小次郎さん、ありがとうございます、コメント。まず有線イヤホンは iPhone、 Apple に行けば買えますかねそうですね、どこで買おうと思ってたからやっぱそこがいいんですね。
ポップコーンさんこんばんは。焼きそばさん、そのお部屋でマイク使えばいけるんじゃないか。そう、なんか使えないらしくて、今はやりたいなと思ってたんですけど、その有線イヤホンを買うまでは。リカコさん初見です。こんばんは。19期研究生の奥本かえりです。福岡の皆さん、カラオケ部屋あるよね。そう、あるんですけど、なんか使えるわけではないらしくて。オーマイガー。アッキーザラ大好きマンさん、はじめまして。マサトさん、はじめまして。19期研究生の奥本かえりです。あ、滝沢さんだ、こんばんは。ゆうなさん、かえりちゃん声で喉大丈夫か、いつでも飲みなよ。またごほごほタイム入ってしまいますね。危機を感じたら飲みます。ちゃんとちょっと充電さしますね。今日どうしても話したいゲームの話があって、それを言おうと思ったのに全然出てこない。思い出したら急ですが始めますね、その話を。あと、なんか RPG かバトルゲームなのか、なんか何かの話を始め、なんかやろうかなと思ってるんですよみたいな話をしようと思ってた気がするんですけど、出てこなくて。タイトル、そう、なんか紳士の羊さん、コメントありがとうございます。ゲームのタイトルも多分そうなんですけど、そのゲームそのもの自体について話したくて、なんかいつもやってるようにここのここが面白くてみたいな、出てこなくなっちゃって。最近かな、レトロだったかもしれないし、出てこないぞ。ユーティゼータさん、優先違法が来るまでカラオケ待ってるよ、ありがとうございます。本当に買わなければ。ハヤタさん、配信中に思い出せなかったらメールに書いておいて。こちら書きます。ひろえさん、こんばんは。UTZ さん、50万ポイントに近づくように投げておき、あ、ありがとうございます。ギガじゃない、あのギフトは呼ばない、読むやつも全然できてなかったです。今日、あ、お城が来ました、ありがとうございます。 UTZ さんです、ありがとうございます。お城だっていうのかな。あ、ポンコチさん、こんばんは。自給機研究生の久保田かえりです。のりじいさんもこんばんは。ブータンさんもこんばんは。紳士の羊さん、そんなに話したかったゲームなのにすっかり忘れちゃう。かえりちゃん、愛しすぎる。ありがとうございます。でも本当に、まあ、自分の中ではとても悔しいです。本当に話したかったのでね、ゲームとかやっぱ好きなので。あ、花火来ました、花火ありがとうございます。花火大会行ってみたいですね。人生で行ったことないわけじゃないんですけど、近頃行っていないので、いつかまた見たいですね。パーン、焼き
諏訪さん、え、すごい、タワー10個で、あ、タワー、タワーですか、ありがとうございます。お城じゃなかった。ゆうてぜーざさん、50万ポイント達成してる、え、ありがとうございます、声がありがとうございます、すごい、みんないっぱいいつもキラキラも投げてくださるし、ありがとうございます。そうですね、あ、ぐーさん、かえりちゃんもビス参加中、そうです、ビスさんのショールームイベントに参加させていただいてます。今日から配信とのことで、レッスンとか学校の合間、合間というか制限もあったりするので、長々いっぱいやりたいですが、できてないところもあるのですが、やりたくて今日からやります。はっ、なんか2位って表示が出ました、ありがとうございます、本当に嬉しい。ありがとうございます、まあ、不安な部分もやっぱあるので、こう、はあ、嬉しい、本当にありがとうございます。ユーティーゼータさん、すごい、あのギガじゃない、毎回ギガって間違えちゃう、ギフト、毎回ちゃんと聞こう、ギフトで合ってますか、こういうのってギフトっていう読み方ですかね。焼きそばさん、いや、見た目はお城で合ってるけど、タワーと同じ1万ポイントで、それが10個ってことね、あ、なるほど、タワー、なるほどなるほど、ありがとうございます、本当に、すみません、くしゃみ出そうでした。まさのりさん、学校楽しい、楽しいです。あおいこさん、こんばんは、受験期研究生の久本かえりです。あ、ギフト、そうなんです、ありがとうございます、覚えます、ちゃんと毎回ギガギガいっちゃうので、いいです、本当にありがとうございます。モリンさん、ギフトで合ってるよ、タワーはお高いギフト、あ、でもお高い、そんなお高いものをたくさん投げていらっくださったんですか、ありがとうございます。焼きそばさん、なんでギガ、なんか G ってつくとギガって認識してしまって毎日時期ギガに悩んでた時もあったんですよね、あ、もうすぐギガなくなっちゃったみたいな時があったから、 G って見るとギガだと思っちゃいます。はたのりさん、今日はギター持ってきてない、今日ギター持ってきてなくて、そこにあるピアノを借りしてて、でもなんか特に鼓動をわかりますみたいなわけでもないし、曲をある程度覚えてるわけでもないし、急遽ノリではないですけど、ノリっていうのかな、まあ、あ、ピアノあるって興奮したままの気持ちでやってしまったので、今お供状態になってます、全然。いのりさん、あの黒い G ではないんだ、そっちはもう よくない G ですよ、 G ですよ、虫怖いですよね。見栄えいいよピアノで、弾いてないのに全然もうなんかもう罪悪感がすごくて、今ピアノを見せたい頑張りに、弾けるものを何も今準備していないのに、うーどん、焼きそばさん、ピアノ教室通ってた、通ってないです、習ったこともなくて、本当だから瞬時に楽譜読んで弾ける人になりたいですね、ピアノを極めていくとしたら。おーちゃん、かえりちゃん気に、おーちゃんさん、かえりちゃん気にしすぎやで、
あ、でもそう、そうですかね。いろいろ迷惑かけてないかなとか思ってしまうので。ありがとうございます皆さん。よじさん、この期間で練習して何かワンフレーズでも弾けるように、コメントが来てた。ワンフレーズでも弾けるようにするのとかどう？確かにもう絶対それですね、ちゃんとあるからには お引きします弾きます、絶対に練習しなければ。真摯な棺さん、でも後ろにピアノがあるだけでなんかアーティスト感ある藤井風さんみたいになんかできたらかっこいいですね。メキシカンサンタさん、お、もこんばんは、遅くなったけど来たよ、ありがとうございます。みやびさん初見です、ありがとうございます。こんばんは、19期研究生の小本かえりって言います。ヨーテテーザさん、ミーヨンさんが以前バンドやってたから握手会で楽器の話してみるといいよ。あ、ミーヨンさんと一度お披露目、それこそお披露目のピアコン、ハルコンの際にあのギターの話ちょっとさせていただきました。話しかけてくださって、ギター弾けるのみたいな、それの流れでミーヨンさんとなんかいろいろ話してバンドをやってたよみたいなのお話できました。ピアノは、あ、ギターハマったからギターをもうずっとやりまくってまして、ね、緊張しますね、いざ鍵盤を目の前にするとなんか鍵盤の発見のなんか重さとかを感じて、あ、こんな感じだったんだってのしみじみと思います。タクトさん、お疲れ様です、お疲れ様です。ビスチャンポンさん、こんばんは、キーボードの横でも負けるですね、ありがとうございます。ハヤトさん、ギター買うならどこで買うのがおすすめ？私自身もまだ全然初心者の身であるのでここがおすすめって語れるほどではないんですけど、まあ、とりあえず私が今使ってるのは何ですかってすいません言われたら、まず本当にギターを一番最初買おうってなった時、私は初心者セットっていうのがあって、その中でもなんかプレイテックっていうのがすごくいいよっていうのがいろいろお聞きしたので、プレイテックから始まりました。で今使っているのはヤマハのパシフィカです。しげやんさん、こんばんは。だからね、もっともっと新しいギター買いたいなってなったら、次どういうの買おうかな。まあ、その周りの軽音楽部のお友達とかはフェンダーとかが多いです。フェンダーさんとか、カンカンさん初見です、こんばんは、自給機研究生の奥本かえりですあ、お松さん、ギブソン、あ、ギブソンさんもよく聞きますね。テレキャスはまだ先かな。
ギブソン、ギブソン持ってたらかっこいいな楽器好きですね、ほんと。テレキャス、テレキャス、うん、あれ？テレキャスってギターの種類ですよね、なんかあれ違いましたっけ。種類だとしたら確か今使ってるのがテレキャスだった気がします。あ、テレキャスじゃない、うん、テレキャスか、分かんなくなってきた。ストラトキャスター、それストラトか。テレキャスは違う、テレキャスは若干違うんだ。あ、合ってたらいいけど、でも本当なんかこうやって情報を教えてくださるの嬉しいので、こうだよってなんか教えてくださる方いたらたくさんお聞きしたいです。ヨナさん待って、カエリちゃんって全勝簿記2級持ってるの。全勝なんですけど2級持ってます。全然ですよ本当。でもジュンさん、初見さんいっぱい来てくれて嬉しいね。嬉しいです。本当だ、 ピポロンドーさん初見です。こんばんは、受験期研究生の小本カエリです。ベキシカンサンタさん、最新のセッション動画を X のリプに貼っておいたのでよかったら見てね。 ありがとうございます。見てみます。ホンチェさん、こんばんは。チョンヘリさん、ポニテールがよく似合うような、ありがとうございます。ポニテール、なんか自分の中でお気に入りの髪型ですね。楽っていうのもあるし、いっぱいやってるからこそなんか気づいたら今日ポニテールにしようってなってますね。あ、そうだ、みんな教えてくださってるストラト、そうです、ストラトです。 ST って書いてるストラトでしたよね。使ってます今。でつまみのキャップの部分が1個飛んでいってしまってる状態で、うーん、焼きそばさん、ボキーすごいね、学校出るのやります。データコカタカタしますね。どんぐりっこさん、今仕事終わったよ、お疲れ様、お仕事お疲れ様です。斉藤さん、ゆうなさん、ゆうな高校でボキやってる、あは一緒だメキシカンサンタさん、もっと有名になったらメーカーの人が会議モデルを作ってくれるよ。そんな、すごく、そんな奇跡が起きてしまったら本当に嬉しいですねでも、もっともっとギターも上手くなるぞ。ふっ、あ、焼きそばさん、ひひんパカパカ、そうですね、今日ひひんパカパカ、こう言ってなかったけどひひんパカパカデーでした。まややさん、私初見らしいイベント応援してます、応援ありがとうございます。そしてこんばんは、受験期研究生の岡本海里ですすいません、お声が聞き取り固い方、聞き取りづらい方がいましたらすみません。あゆみさん、ポニーテール本当に可愛い、顔の綺麗さがより目立つありがとうございます、すごい褒めてくれた。たくまそうさん、こんばんは。あ、そう、あのつまみ、メキシカンサンタつまみだけど持ってるよ、つまみの本体は回せるんですけど、なんか本体というかそれのパカパカ取れちゃったので、それが打てるってことですか。やっぱ水色が好きなので
単色系がやっぱ好きなので青とか今のところ持ってるエレキギターは青とか水色ですね。日本だけなんですけど。アレルスさんこんばんは。あ、でもちょっと今全然今気づいたんですけど、もういつの間にか20時28分ですね。早い。まさのりさん、この間サリーちゃんにタンプレあげました。でもすごい喜んでくれてすごい嬉しかったです。可愛くて。多分 X の投稿でもあげたんですけど、ケーキを一緒に食べたんですけど、私ずっとサリーちゃんが食べてるのを見てて、横で可愛くて本当に美味しそうに食べてて、あ、幸せなんだなって思うとほまかしますね。ハガさん帰りのワードセンス好きだよ、ありがとうございます。すいません、ちょっと喉の危機を感じ始めたのでまた水分補給しますね。なんか配信中に水分補給っていうのがやけになぜか緊張してしまって隠してしまいますね。トリーミーさんこんばんは。なんだっけ、水水分補給してる時に思い浮かんだことを言おうと思ってたのにそれすらも忘れてしまって、なんか今日もいろいろ忘れまくってしまっている。じゃあと15分だ、結構早いな。ランチューさん、いつから声かれてるの？そうですね、声1週間とかですかね。1週間か6日か5日間ぐらいですね。5日前ぐらいですね。ゆなさん、楽しい時間あっという間だ。楽しいって思ってくださって本当に嬉しいです。なんか喉のあたりがポワポワする感じですね、今は。でもこの名残ですごく低い声も出せそうな気がします、いつもと比べて。あ、マイヤッキーさんこんすいません、こんばんは。こんばんは、19期研究生の奥本かえりです。松さん、今日の収穫はトローラーメン。あー、なんだっけ、もともと太郎じゃなくて二郎さんだったんですよね。二郎系ラーメンを言おうと思ったら間違えちゃいますよね。お松さん、一郎、あれ一郎だったっけ、もう二郎ですよね、そんな気がしますでも一郎がもしやったとしたら三郎、二郎さん、三二郎でなんて思うんだろう、いるのかな。もうでも郎、五郎もあったら六郎も、でも拓郎も出てきちゃいますね。サブロー、サブロー、あゆみさんコメントありがとうございます。三郎と書いてかっこサブロー、サブローだ。
今一瞬私が今日お話ししたかったファミコンゲームのあのカセットの絵が出てきたんですよ。ゴエモンだ、ゴエモンです。あの配信も終わる前に言えてよかったです。でもゴエモン出てきたけどゴエモンの何を話そうとしたかっていう感じのところは言えないですね。でその画家は多分頑張るゴエモンですよね。なんか2人プレイとかもできて確かお母さんとやってたんですけど、それ何を話そうとしたんだろう、そこが一番気になりますよね。悔しいなまだまだ悔しいですね。ゴエモン、ファミコン、なんかレトロゲームの種類が機種あいっぱいあって、何がそれで何このかなんかどの種類っていうのがすごい全然わかるわけではないんですけど、なんかスーファミとかもあるし、なんかどれがそのゲームに該当するかっていうのはいまいちよく分かってないんですけど、ゴエモンってスーファミなんですか？ゴエモンの話すると毎回ジャジャマルくんも出てくるんですよ、頭によぎってくるというか。ジャマルくん難しくて、もうレベルが上がるごとに。あ、焼きそばさんコメントありがとうございます。ゴエモンはスーファミだね。スーファミなんですね。私ゴエモンのあの BGM の和太鼓みたいな音が好きで、なんかリズミカルだった気がして、あれ結構頭の中に残る感じで感じだったなと思います。でも全然やり込んでたのってわけじゃないからどんな感じだったか覚えてないんですけど、この際またゲームやる時間があったらいろいろゴエモンとかファミ、あ、もう全部でも気になるゲーム全部やりたいですね。一日ゲームデーとか最高ですね。あったらマコさんアップルウォッチつけたら似合いそう。ここにあれですね、つけるやつですね、機械を。どっち、ゲーム、あ、長崎県民さんもう一回遊べるの、それは太鼓の達人だ。 Wii でよくやってた記憶があります。 Wii リモコンで横にしてこうやって、懐かしいな。焼きそばさん左利きなの？私は右利きです。トロガンさん中学の春休みやったよ。わお、春休みとかやっぱ休み期間いっぱいありますね。私も若き頃の私はたくさんゲームしてました。松さんかえりちゃん iPhone だよね。 iPhone です小次郎さん、ボンバーマンとかみんなでやらなかった？あ、ボンバーマンはね、リモコンじゃない、DS でやってました。あの普通の DS ですね、あの 3DS とかじゃない方の。ボリニーさん、ウィー懐かしい。確かにもう懐かしいってなりますよね。ユーナさん、ウィースポーツめっちゃやってた。私もやってました。ウィーフィットっていうのもあって、なんか板があるんですけど、それも立派なゲーム機なんですけど、板がありまして、その上に立ちまして動いて判定があって、なんか遊ぶのがあって楽しかったです。なんか謎に、今考えたら謎行動なんですけど、ウィーフィットってその板に乗ってマラソンとか持久走とかそのやるやつがあったんですよ、モードで。で腕にリモコンかヌンチャクか何かを巻きつけて、多分本来は上で走るというか立って
本当にまあ運動するだと思うんですけど、その場で私なんかリモコンだけ振ってましたね。でやった気になってたみたいなのがありました。なんかこういうような方いませんか？田中さん、動物の森とかやる？もちろんやります。あのおいでよ動物の森も持ってますね。でも一番自分の中でやり込んでたのは 3DS の飛び出す動物の森ですね。音楽が好きです。マイデザインとかもたくさん集めてたな。天口さん、リズム天国やってた。あ、リズム天国ね、懐かしい。それこそ私また DS やってました。こうやってね、なんか謎に変に緊張が走ってしまって、変なんかなんだろう、これがゲーム画面だとしてこうタッチペンでやってると思うんですよ。タッチペン懐かしすぎるまあやってるんですけど、なんか変なところで緊張しすぎてパッて一瞬外れてしまう時があって、うわー、ふるーみたいな ありましたね。めちゃ悔しかった。焼きそばさん、今は忙しいからなかなかゲームもできないじゃない。そうですね、もう最近全然ゲームやってないんですね。紅生姜さん、初見さん、こんばんは。受験期研究生の岡本かえりです。あ、ペンライトたくさんありがとうございます。はやとさん、かえりにゲームでボコボコにされたいで私もボコボコにできるほどの能力ではないですね。今虫が飛んでると思って見たら自分の前髪の影でした。おーちゃんさん、桃鉄は家族でしなかった？桃鉄もね、一時期家族とたくさんやってました。ボンビー髪のなすりつけ合いというか大変でしたね。私になんだっけ、雷、竜巻かな、ハリケーンみたいのがあって、多分ハリケーンだった気がするけど、それが謎に怖くて嫌でしたね。あゆみさん、ウィンフィットの上で走ると響いてうるさいからずっと屈伸してた記憶ある。いや、なんか分からなくもないです。私は場合はソファーに座ってウィンフィットに足つけてた時もありました。まあ、疲れないっていうのもあるんですけどね。なんかマーチみたいのがあってそれが好きでした。音ハメみたいなゲームでしたね。ヨナさん、 3DS 妖怪ウォッチずっとやってた。妖怪ウォッチ一回友達のも借りてやったことがありました。なんか元祖っていうやつでしたね。なんとかだっけな、トンネルみたいな、底なしトンネルみたいのがあって、絶対底なしじゃないけどそれが怖かったですね。妖怪物といえば鬼時間もありましたね。鬼時間本当に怖かったな。もうなんかやるとき大体友達いっぱい集まって一緒に頑張ってやってました。そしたらあ、コマさん、コマさん懐かしい。妖怪体操もね流行ってましたね。あ、ユナさん、永遠トンネル。そうです、永遠トンネルです。ケロリーさん、2万人超え、ほんとだ、2万人超えました、ありがとうございますガサガサボイスなのにありがとうございます皆さん。そして私は何かやっていない。そうだ、あの壇上読みもしてないです、します。あと3分なんですよ。壇上ではない、どこで、
前回の配信で累計ランキングを読んでしまっていたので、今回ライブランキングというところをちゃんと読みますね。ライブランキング合ってるよ、ありがとうございます。もうキーボードの存在がなくなってしまうぐらい今日全然何も言ってなかった。これも小止めとかあるのかな、じゃじゃーんみたいな感じで前回のギターみたいにできたら嬉しいんですけど、13位はフロストさんです、ありがとうございます。12位はあゆみさん、ありがとうございます。11位は関根さんです、ありがとうございます。10位はドラガンさんです、パチパチありがとうございます。9位はお茶さんです、ありがとうございます。すいません。8位は山ちゃんさんです、ありがとうございます。紳士な羊さんは7位です、あ、逆だ、7位は紳士な羊さんです、ありがとうございます。6位は慎吾慎吾さんです、ありがとうございます。5位はケロリンさんです、ありがとうございます。4位はエザモンさんです、ありがとうございます。3位はのしこさんです、ありがとうございます。2位はビビビビさんです、ありがとうございます。そして1位は間違えちゃった、ゆうてじゅうたさんです、ありがとうございます。本当に今日あの大阪城じゃない、なんだっけ、タワーをたくさんくださりありがとうございました。そして他の方々もとても全然ギフト読めてなかったんですけど、いっぱいケラケラ投げてくださったりとか、なんかだるまだったりとか、ペンライトみたいな棒ペンライトか振ってくださり本当にありがとうございました。ピアノがすごく中途半端になってしまったので、次回とか絶対曲を覚えてやらなきゃなって思ったこの頃でした。あ、スクショタイム、ゆうなさんありがとうございます。やりますね、どうしようかな、何ポーズしよう。じゃあ今大阪城って言ったので大阪城です。地味に1分過ぎてしまってるから急がねばならぬぞ、ならぬぞよ。ピアノ帰り、ベートーベン帰りです。ギターのポーズ、あ、ギターときたらですね、ですですよ、ですですよっておかしい。あ、お腹鳴っちゃった。あとは水拳ポーズ、全然水拳の技じゃないけど、おーす水拳ならぬ水拳ですね。今日2時間半ぐらいやったんですけど、それですらあっという間に感じました。3時間もあっという間に感じるかもしれない。私は長くないですかね、皆さん大丈夫ですか。山口さんです、お気に入りや、そうなんですよ、です本当に好きで、最近だからちょくちょく X とかに投稿で出場させていただいてます。ですを、
で聞いたことあるメロディーだ。あ、ハートしかなかった。ハートです。これ顔ハートか、どっちがいいんだ。ズッキュン。3時間もあっという間ですよね。すごい楽しかったです。そしてあの、そうだ、これ言い忘れてた。ちゃんと改めて配信スケジュールというか、ちょっと作成して載せますので、ぜひそれを参考に遊びに来ていただけたらとても嬉しいです。ピアノだけじゃなくて、あの弾くので、ギターをガッて弾きたい。ギターをちゃんと弾きます、ね、ギタークリーンな音とジャーンと音だったら、皆さんどっちが好きだったりするんですか。ピアノじゃない、ギターです。あ、ユーティーゼータさん体調もあるから無理のないように配信してね。ありがとうございます。そうですね、またガサガサ帰りボイスで言ってしまったら、いや、皆さんの耳もオーマイガーですよね。タタチさん嬉しいです、ありがとうです。これ本当に気に入った。楽しい。あ、そうだ、次はアコギの話をしたい。アコギ1本しか持ってないので、気の出せディストーション、山口さん強めのオーバードライブかかった音が好きです。オーバードライブ、あ、つまみですか。でもオーバードライブって聞いたらオーバードライブが好きだ、曲の。じゃあ、名前が出てこない、そばかすを歌っている方です。いや、本当にありがとうございました。そしてちょっと最後、なんかこういうメロディーちょっとでも弾かないと、でもなんか足で踏むペダルがないから難しいですね。そんなことないか。即興なので全然コードめちゃくちゃですが、延長ジュディマギさんだ。終わります、絶対に。今は延長しないので今日守ります、ルールを。皆さんいろいろ教えてくださって、そして最後にあの詰め込め会議ではあるんですけど、ちょっとなんかコードっぽいものを弾けたのでよかったです。めちゃくちゃでしたが、ありがとうございました。本当にありがとうございました。もうバイバイ。どこで切るんだ。あ、皆さんのオーディオスキット、皆さんがピアノで聴きたい楽曲が48でありましたら、あの教えてくださると嬉しいです。ありがとうございます。ではじゃじゃーん。